スタンプ型の装置を用いたマイクロニードリングの手術風景。マイクロニードリングは経費マイクロニードリング皮膚の再生を促すために極小の針で皮膚に相乗を作る方法。主にニキビの反根の治療や若返りを目的として使用されている。2005年にデスモンド・フェルナンデスが提唱。経費コラーゲン誘導療法。スキンニードリング。 人類が皮膚に針を刺すという技術を扱った歴史ではタトゥーによる長い歴史がある。2005年にデスモンド・フェルナンデスがダーマローラーを使った経費コラーゲン誘導療法を提唱する。以前には1995年にレンドトゥリックとレンドトゥリックがハンコンのためににドリングを使った。南アフリカ共和国の形成外科であるフェルナンデスは ビタミン A を使った皮膚の治療に取り組み、この治療を実現するためのクリームを作り1980年代には、形成月会として成功を収め、イギリスの雑誌で紹介されることもあった。彼は当初タトゥーの器具を使い、ニードリングを試したがリスクがあり、手術が難しかったため、器具を考案した。1996年に、フェルナンデスが国際美容整形学会でローラーを使った。 経費ニードリングを紹介し、針の長さ 3mm の実験的器具を設計していたが、実際にはとても痛く出血と傷も強かった。2008年には 1mm の長さの針でも同様の治療結果となることを発見し、ダウンタイムが短く、腫れや痛みも少なかった。レーザーや皮膚剥離、切除といった侵襲的な手法でも瘢痕や老化した。 皮膚組織を傷つけることで皮膚の置き換えを流すが、皮膚のより深い層を傷つけることは、自由時間の長期化、神秘の背に化、反根や色素沈着が残ったり、光感受性を増加させるリスクを伴った。そこで、表皮のバリア機能を維持しつつ、神秘の神性を誘発する方法として、非侵襲的な方法が開発されてきたが、フラクショナルレーザーや、 高出力のパルスコーではまだ火傷やエシのリスクは残っている。経費コラーゲン誘導療法では不要な損傷を起こさず微小な穴によって傷のない総症中が起こる。マイクロニードリングの実施には訓練を要さず簡単で安価なため大衆の間で人気になっている。ダーマローラーダーマローラーは長さ0.5から1 5ミリメートルの極小の針が約200本ついている。 この使い捨ての針はシリコンや医療用ステンレスで作られている。ガンマ線を照射することで殺菌する。幅の狭いローラーは鼻など小さな部位に使われる。0.5mm までは一般的に痛みを感じず、長くなるほど一般に痛みが増すが個人的な皮膚の厚さにもよる。手順としては治療部位の麻酔をしてからマイクロニードリングで手術し、処置後、 生理食塩水をひた下でパッドで湿らせる。開いた曲小の穴はすぐ閉じるため感染は起こらない。皮膚は2から3日赤くなり、1週間は紫外線防護が推奨される。家庭用ローラーは針の長さ0 1 5ト、mm、ル以下でアンチエイジング成分の経費からの伝達のために使われる。これは熱湯殺菌され乾燥される。 パソコンのマウス型のものも家庭用で 0.2mm で表面積の大きい対有となる。ダーマスタンプはダーマローラーの小型版で針の長さは 2mm であり傷跡に使う。水筒ハンコンのような原曲性ハンコンに用いられる。ダーマペンはペン型の電気機器で針の侵入速度や深さを制御できる。総称治癒に従って成長因子の増殖や 血管再生が起こり、硬くなった古い反根は分解される。ローラーを転がすことで神秘を損傷することなく、角質層を刺し、皮膚が再生しようと成長因子や、新しいコラーゲンやエラスチンを形成する。1ヶ月ごとに、計4回手術した後では、コラーゲンやエラスチンが400%増加した。中等度のニキビ痕では3から4回の治療が必要となる。 ニキビの反抗、皮膚の若返りのための使用が多い。ランダム化比較試験は非公正反お及びケロイド、ヤけドコン、男性型脱毛症で実施されており、レーザーなどと比較したニキビの反抗ではそれらと差がなく、他は有効であった。マイクロニードリングの効果は12から24週間時点で最大化されていたため、それ以下の試験では効果が過小評価されている。 可能性がある。フェルナンデスによれば、彼の治療は、ビタミン A や C を併用するが、白くなった傷跡盛り上がった火傷跡皮膚移植跡も改善されるとしている。効果は、レーザーやピールに近いものだが、副作用のリスクが、マイクロニードリングでは低いことが明白な利点となる。萎縮性のニキビハンコンのためにケミカルピーリングと併用されることがある。ートルではすぐに、 職場に戻ることも、1時間後にはもうシャワーを浴びることも、できる。またマイクロニードリングは、外用薬の浸透を促すため、外用薬と併用することができる。しばしばトレチノイニや、ビタミン C の外用薬が併用される。フェルナンデスは、ニードリング前3週間、ニードリング後もビタミン A、ビタミン C のスキンケアの使用を推奨している。一般的な副作用は、一時的な赤み、 不臭、痛みとなる。深部への投与が適していない、外用薬とか、外用薬へのアレルギー反応は起こり得るため、このためのガイドラインの整備が必要である。色素沈着が起こることは、非常に稀であり、処置後の紫外線防護を怠ったことから、発生していると考えられる。近畿としては、活動的なニキビ、ヘルペスやイボのような感染症、中等以上の症状のある湿疹や、 感染のような慢性の皮膚疾患、強いケロイド体質、化学療法の患者。また近畿として、マイクロニードリング後の強いピーリング成分では、傷跡が残る可能性があり、アスコルビン酸では脱色素反ができる恐れがあり、レチノイン酸では刺激感が強くなるため使用に困難を生じる。ありがとうございます。